いいわね。本物の羽を使ったフクロウの絵本なんて、なかなかおしゃれな代物になりそうね。うん、誰かさんの枕にならなくて本当によかったよね、フルル。フル大将。ああ、ずっと根に持たれてるぜ。返す言葉もない。目的地に着いたわよ。ねえ。そうだな。わかったぞ。よし。ドークにはいつも世話になるな。頼れる相手がいるのはいいことよ。さあ、預けたものを受け取りに行きましょう。困っている人がいるみたい。よっ。よし、話を聞いてみよう。
いや。そうね。ん？これでどうだ？うん。これがあれば土作りは問題なさそうじゃ。さすがだな、アルフェン。これで薬草園作りも順調に進むかしら。ああ、きっとな。助かったよ。そういえば、少し不思議だったんだが、今は怪我をしたらレナの治療機会もあるんだろう。なのに薬草にこだわるのは何か理由があるのか。そうだな。確かにあの技術はすごいもんだが、機械だって壊れることがあるだろう。頼れる時は頼っても頼りきってはいかん。薬草が役立つ場面はまだまだある。確かにそうね。治癒術だって便利だけど、薬が必要な時はあるわ。一番大切なのは知識だとわしは思っとる。機械は壊れるし、薬は使えばなくなる。だが知識さえあれば機械を治せるし、薬もまた作れる。知識だけは腐らんのだ。ドーク、やっぱりあんたはすごいな。先のことまで考えていて。世辞を言っても何も出はせんぞ。わしの知識などまだまだ浅い。できればもっと薬草の知識を深めたいと思っておる。薬草に関する本や知識ある人間に出会いたいものだ。なら俺たちが探してみよう。世界のどこかには誰か詳しい人がいるはずだ。そりゃ助かるな。わしがもう少し若けりゃ自分の足で探しに行くんだが。無茶しないでくれよ、ドク。俺たちに任せて待っててくれ。薬草に詳しい人、誰かいるかしら。薬草の本に詳しそうな人なら心当たりがあるな。ほら、ビスキントの宮殿に。あはあは、師匠の作り屋さんだな。よく覚えてたね、名前。なんで睨むんだ。わかった。ティルザ、大丈夫なのかな。ティルザなら心配いらねえって。ネアズの言う通り、向こうの仕事が忙しいんだろ。とにかく
まずはガナルの話を聞きに行ってみよう。何か用事があるらしいからな。やあ。何？な。わかったわ。おい。ちょっと。ああ。うん？そうね。よっしゃ。子供が危ない目にあっても関係ねえってか。追いかけるとは言わねえけど、もう少しなんかよ。ロウ、気持ちはわかるけれど、彼らを責めても何も変わらないわ。わかってるよ。やっぱ納得いかねえぜ。
やあ。どう？わかった。これで本は手に入ったな。ドクのところに戻ろう。やっぱり司書としてはすごい人なんだよね。独特ではあるけど。マジで腹減った。腹の底から腹減った。そうだな、今日の夕食当番は確かシオンだったか。そうか、ではシオンに準備を急ぐよう頼むとしよう。ローが騒がしいからな。ん？どうした？何か。静かに。何やら話が盛り上がっているようだ。その最近流行っている婚礼の儀とは、1年前にカガリとノッティオが行ったものだろ。そうだね。元はレナの風習だけど、カガリたちが式をしてからダナ人にも流行りだしたらしいよ。とても素敵だったもの。私もきちんと参列したのは初めてだったけど、憧れる気持ちはよくわかるわ。素敵か。あ、みんなで食べたご飯はどれも美味しかったよね。ええ、食事は量があって工夫されていて心がこもっていて最高だったわね。ブーケも可憐だったわ。カガリに似合う花を選んだのが一目でわかった。それにね、婚礼の儀の後の祝宴でカガリとノッティオが新しく住む家の話をしていたのよ。質素でもいいから寄り添って暮らせる温かな家に住みたいって。私もそういうのが理想だわ。幸せな婚礼の儀でこれからの生活に思いを馳せる二人、夢があっていいわよね。素敵な光景だった。シオンは婚礼の儀が随分と気に入ったようだな。そういうわけではないけれど、キサラはどうなの？私か？そうだな、結婚が全てでないのは当然だが、まあ確かに婚礼の儀は良いものだと感じたな。へえ、二人ともそうなんだ。あ、そういえばあの時花嫁のブーケを受け取れないとなんとかって。ブーケを受け取れない者は結婚できないという噂のことか。すまない、実はあれは間違いらしい。え？そうだったの？ああ、私もつい最近真実を知ったんだ。いい加減な話で惑わせて本当にすまなかった。いろんな意味で興味深い話をしてるみたいだな。あ、そうか。大した話じゃねえから行こうぜ。腹減って我慢できねえし。やれやれ、水を差すのは無粋だと思うがな。あ、よ、婚礼の儀の話か。あ、おかえり三人とも。そうそう、なんか最近流行ってるんだって。私も耳にしたことがある。確かにノッティオラの式は思いやりの感じられる良い祝いの席だったからな。だよな。シオンなんか式が終わってかなり経ってからも素敵だったとか言ってたよな。そうだったかしら。そうだったのか。
全然知らなかった。多分ローの記憶違いよ。それじゃあ私、夕食を作ってくるわね。密かな憧れにしておきたいようだな。あまり触れない方が良さそうだ。どうしたの、アルフェン。難しい顔して。うん。いや、俺は何も知らないんだなと思ったんだ。婚礼の儀が流行してることも、シオンがそれに憧れてたことも、何も。気にするな。そういった機微に疎いところが君らしさでもある。それ慰めてるようで、傷口に塩塗ってねえか大将。いいんだ。だけどこのままじゃ俺はいずれ困ることになるんじゃないのか。いずれ俺もその誰かと結婚するかもしれない。その相手が婚礼の儀に憧れていたとしたら、俺は何も知らないから全部君に任せるよというわけにはいかないよな。それじゃ相手にばかり負担をかけることになるだろう。確かにそうかもしれないが、何が言いたいんだ。俺は婚礼の儀、いや結婚全般で必要なことについて学んでおく必要がある。情報収集して知らないことについて知識を得たいんだ。そうすればいざという時に自信を持って動ける。だが俺一人じゃ何から手をつけていいのかすらわからない。だから情報収集を俺らに手伝ってくれってことか。いいぜ、まあ、俺だって大して知らねえけどな。ありがとうロー。あ、じゃあさ、シオンにも協力してもらった方がいいね。私たちの中ではシオンが一番。いや、すまないがシオンには内緒にしたい。つまり今回のことは完全に俺が俺のためだけにすることだから、なるべく自分の力でやってみたいんだ。みんなの力は借りてしまうが、シオンの手は借りたくない。借りれば大きく頼ってしまうような気がするから、それは避けたいんだ。だからシオンだけには言わずに情報収集をしたい。協力してくれないか。あ、説明長かったけど、それってつまりこういうことか。アルフェンが何も知らないせいで迷惑をかけたくない。いずれ結婚したい相手ってシオン。野暮なことを言うなろう。気づいたことを何でも口に出すのは子供のすることだぞ。すみませんでした。痛そう。大人になるって大変なんだね。ひとまず言い分は分かった、アルフェン。それでは我々は君の情報収集を補佐するだけにしよう。思う通りにやってみるといい。シオンの手を煩わせたくないというのなら、一旦はそれもよかろう。もしもシオンの知るところとなれば、説明することにはなるだろうかな。自ら学ぶのは良いことだ。存分にやれ、アルフェン。ありがとう。せっかくの機会だ。やれるところまでとことん情報を集めるよ。じゃあアルフェン、まずはどんな情報を集める？婚礼の儀といえば一番必要なのって花じゃないか。そういえばシオンもブーケの話をしてたよね。何か言ったか、リムル。あ、ううん、なんでもない。確かに花嫁に似合う花は重要だよね。ああ、そうだよな。ところで、そういえばそのシオンの方は大丈夫か。怪しまれないように行動しないとな。うん、今回はキサラがシオン担当になってシオンの気を引いてくれてるよ。アルフェンが情報収集してる間、シオンがアルフェンの方に来ないようにするね。それなら内緒にできるでしょ。
そうか。すまない。俺のこだわりのせいで手間をかけさせて。いいけど、いつかはちゃんとシオンに説明してよね。それで、花について情報を集めるんだよね。どんなことについて知りたいの？婚礼の儀にはどんな花が適切か、特別な花が必要なのか、なんかを知りたいな。色は白がいい気がするんだが。誰か花に詳しい人に相談した方がいいかもね。心当たりある？そうだな、花に詳しいかはわからないが、マハバルなら船で世界を回っていたはずだよな。いろいろな場所を訪ねる中で花についても何か情報を得ている可能性はあるんじゃないか。マハバルには私たちも何度か船に乗せてもらったよね。最初はアウメドラの船を追いかける時だっけ。確か今はティスビムにいるんだったよね。ティオハリムが前にそう言ってたよ。よし、話を聞きに行ってみよう。シオンはどうにか引きつけておいたぞ。怪しまれていないといいが。ありがとう、キサラ。おかげでやることが決まったよ。うん、早速マハバルのところに花のことを聞きに行こう。ここは仮面はいないようね。偏僻なのが幸いして、まだカルベイセルの手が及んでいないようだ。マハバル、ちょっといいか。お、アルフェン、元気にしてたか。なんだかえらく真剣な顔してるな。世界を回ってきたあんたに聞きたいんだ。婚礼の儀ではどういう花を使うのが適切か知らないか。花？しかも婚礼の儀？ああ、特別な花を使うものなのか。実際に使えそうな花の情報でもいいんだが、その場合は可憐な感じの白い花がいいと思ってる。まあ待て、落ち着け。俺に相談事とは嬉しいが、俺はあんまり花に興味もねえしな。そこをなんとか思い出してみて。本当に大事なことなの。婚礼の儀に使う花だってんなら、結婚する二人の好きな花でいいんじゃねえか。好きな花か。俺は特にないな。というか花の名前だってほとんど知らない。なるほど。アルフェン、お前、事情はうすうす分かったぜ。そういうことならよくよく考えてみるか。確か、いや違うか。
あ、確かカラグリアでぴったりの言い伝えを聞いた気がするな。言い伝え？そう、カラグリアにしか咲かない珍しい花があって、それを身につけると永遠に幸せになれるっておとぎ話さ。本当か？おとぎ話なんて知らなかったな。そう言われてみると、前に本でそんな花について読んだことがあるような。ああ、カラグリアの連中に聞けばもっと詳しいことがわかると思うぜ。だったらウルベゼクで紅のカラスのみんなに聞いてみるのが早そうだね。ありがとうマハバル、あんたは本当にいざって時に頼れる男だ。そりゃお互い様だ。そっちの事情はあえて聞かないが、頑張れよ。あ、またな。身につけると幸せになれる花か。カラグリアには美しい伝承があるのだな。伝承自体は知ってる人が少ないかもね。確かすごく古いおとぎ話だったと思うから。だが現地に行けば花については知る者がいるだろう。特別な花か。俺の予想通りだとしたらそれって、いやー聞くのは野暮ってもんだな。ほら行けよアルフェン、応援してるぜ。見覚えのある景色は安心するな。ティルザ、こっちに帰ってきてたんだな。ええ、相変わらずペレギオンと行ったり来たりよ。どうしたのアルフェン、何か困りごと？実はある花を探してるんだ。この辺りに身につけると幸せになる花があるって聞いて。身につけると幸せになる？なんだそれ。カラグリアにしか咲かない珍しい花なんだけど、聞いたことないかな。珍しい、もしかしてあの花のことか。ほら、イグーリア高地に生えてる白い。私も知ってる、確かに他では見ない花だけど、あの花にそんな伝承があったのね。それでどうして幸せになる花が必要なの？実は今婚礼の儀について調査中なんだ。俺は何も知らないから、まずはブーケの花について情報を集めてる。そしたらぴったりの花がカラグリアにあるって聞いたから探してみようかと思ってさ。そうだったのね。なるほど、婚礼の儀、アルフェンがそんな調査をね。何か事情があるみたいだなアルフェン。うまくいくことを願ってるが、しかし花が生えてるあたりは最近ズーグルがいるんだ。もしかすると踏み荒らされてるかもしれないぞ。私たちが行って確かめてみるよ。教えてくれてありがとう。ちょっと待て、さっきからティルザとネアズがニコニコしてるのが気になるんだが。お前な、話の流れでわかるだろう。幸せになる花でブーケを作って誰かに贈りたいのかもぐらい察しろよ。それってまさかお前が？アルフェン、お前誰かを幸せにする気か？いや、そんなこと言ってないだろ。俺はただ純粋に婚礼の儀の調査をしているだけだぞ。この裏切り者、俺より先に許せん。違う、誤解だ、本当にそうじゃないんだ。ネアズ、なんとか言ってくれ。誤解なら悪かった、とりあえずこのバカはほっといて早く探しに行け。すまない、あとは頼む。待てアルフェン、あーちくしょう。イグーリア高地に行こう。ムーケに使えるような花の実物が見られるかもしれないよ。ああ、ズーグルに荒らされてないといいんだが。
まさかアルフェンのやつに先を越されるなんて、恋人ができるのは絶対に俺が先だと思ってたのに。その自信はどっから出てくるんだか。ま、お前にもそのうちいい話があるさ。ねえガナル、人の幸せを笑って応援できる人の方が魅力的に見えるわよ。魅力的、まあ、それもそうだな。よし頑張れアルフェン。単純なやつ。